私に関する質問が来てますので、はい、聞かせていただきます。はい、はい、ですね、相場に向いている人、はい、相場に向いていない人、うん、まあ、つまりは有利不利ありますかと、はいはいはい、若いとか、うん、あと性別とか、はいはいはい、そうですね、まあ、言ってしまうと、はい、まず年齢と性別は、一切関係ないです。お、投資に関して、はい、うんうんうん、だから僕も知り合いに1億円以上稼いだ人何人かいてますけど、うん、まあ、そこは10代から10代もいてますし、10代の時に1億円稼いだ人もいてますし、今もちろん20代になってますけど、うんうんうん、10代で稼いだ人もいますし、うん、75歳ぐらいかな、うん、で億稼いでる人もいるんで、うん、まあ、年齢は全然関係ないですね。うん、うん、あと、まあ、性別でいうと、うん、なんか投資雑誌とか、まあ、いわゆる投資の番組に出てるだからニュースに出てる投資評論家の人とかトレーダーのイメージはなんかおっちゃんが多いですけど、そうですね、なんと、うん、おっちゃんがよく出てるんで、うんうん、なんか男の世界ってイメージもあるんですけど、うん、まあ、実際ねあまり表には出てないですけど女性投資家も多いんで、うん、そんなにだから男性女性でどうこうっていうのは全然ないと思いますね、うんうん、まあ、人口的にはどっちか分かんないですけど、うん、別に、まあ、もしかしたら男性の方がちょっと多いかもしれないですけど、まあ、この世界は、うんうん、でも稼いでる実際稼いでるか稼いでないかで言ったら全然男性女性の差はないと思います、うんうん、女性でも稼いでる人いっぱいしてるんで、うん、だから別に男性女性性別とか、うん、年齢は全然関係ないですね、うんうんうん、と思います。なるほど、はい、了解です。まああとは有利とか不利、まあ、こういう性格の人は勝てるようになるんちゃうかとかありますかね。だから向き不向きとか有利不利って言っても、うんうん、まあ、結論から言うとそれほどないですね。ないです。それほど影響はないっていう感じですね、うん、まあ、もちろんね理想を言えばですけど、うん、数字が強いこと、うん、投資ても数字の世界なんで、うんうん、まあ、数字に強いとか、うんうん、まあ、できれば数字が嫌いじゃない方がまあいいっちゃいいですね、うんうん、まあ、あと、さっきも話しましたメンタルが強い人の方がもちろん勝てるんで、メンタルが強い人の方がいいです。だから強いて言うなら数字に、うん、数字が嫌いじゃない、まあ、数字が強いとか、うん、メンタルがもともと強い人の方がまあ向いてるっちゃ向いてると言えますけども、うんうんうん、でも今の時代何度でもなるんですよ。どういうことかだったら、うん、そのまあ、投資ソフトっていうか、まあ、こんだけね投資とか株とか FX とか流行ってるんで、もういろんなソフトが開発されてて、うん、別に数字が強くなくても、うん、そのソフトを使えば勝手に計算してくれるんで、うん、別にそんな数字自分で計算しなあかんっていうことがもうないから、うん、あの別に全然数字は関係ないですね。なるほど、まあ、だから嫌いだとちょっと厳しあの困りますけど、うん、まあ、それも慣れだと思う、うん、慣れの範囲ぐらいの数字しか出てこないんで、うん、まあ、足し算掛け算ぐらいの世界ですからね、うん、からその微分積分しなあかん世界じゃないんで、なるほど、だから別に、うん、あの関係ないと思いますね。なるほど、もう小6ぐらいになったらできるわけですね。できます、できます、はい、あとねメンタルも誰でも鍛えれるんで、だからそれも全然関係ないですね。なるほど、だから僕の、例で言うと僕はもともと文系なんで全然、うん、そうなんですか。そうですよ。へずっと文系で法学部なんで全然数字関係ない世界に生きてきた、でもどっちかというと文章の世界に生きてきたんで、うん、全然数学そんな好きじゃなかったから別に関係ないですし、うん、まあね、今ではそんな僕でも慣れやっぱり慣れてくるっていうか来るともう今では最先端の物理でやって微分積分の計算もできるようになったんですけど自分でそう全然やりますけどねそういうの、まあ、趣味でやってますけど、まあ、そんな風に誰でも変われると思うし、まあ、そこまで全然いらないしね投資の世界で言ったら趣味で微分積分やってる人なかなかいないと思うんですよいや物理 あのやろうと思ったらいるんでね微分積分とかもっと高度な数学が、まあ、それはどうでもいいとして、はい、あとメンタルで言っても別にもともと僕は超弱かった方なんで、あ、そうなんですか。全然そうです全然、まあ、だからそんなにメンタル弱かったエピソードありますか。メンタル弱かったエピソード、こんなこと言われて1週間へこんだとか、そもそもメンタルが弱いから友達少なかったとかメンタルの弱さゆえやったんですか。メンタルの弱さゆえにだから人見知りすぎて、うんうん、そんなめっちゃ普通の友達よりは全然少なかったぐらい、へえ、だからメンタル全然弱かったですね。うん、うん、あだから、そうですね、エピソードで言ったら、うんうん、僕こういう性格 今でこそこういうって YouTube とか人前出てますし、うんうん、まあ、テレビも出てるんで、うん、よく言われるっていうかイメージ的になんか学級委員長やってたとか、あーはーはー、生徒会の会長っていうのリーダー的なとか出たとか、うん、思う方もいるかもしれないですけど僕全然逆で、うん、班長、
そんな生徒会無視されたことない、むしろもう絶対やりたくなかったっていうタイプ。それが人前で言うのも嫌やし、みんなまとめるような力もないと思ったし、うんうん、そんなリーダー的な存在でもないと思ってたぐらいそういうメンタルでしたし、学校で当てられる時 もうビクビクしてたというかいやそんなできればこそこそ隠れていきたい、ね、そうそうこそこそ絶対手挙げへんとかだから、小学校中学校ぐらいだったら5、6人で男女でなんか班作って班長決めるじゃないですか、うん、班長なったこと1回もないんでそれぐらいですよ。だからそれぐらい人前立つのもできひんかったし、喋る人前喋るなんて持ってのほ持ってのかっていうのも絶対できひんことやったし、うん、それぐらいすぐ緊張するし、おどおどするような性格やったんですけど、うんうん、まあ投資でメンタルいるって分かってからそれを鍛えることによって別に全然できるようになったんで、まあ、全然関係ないですね。だから向き不向きで言ったら全然ないし、うんうん、まあ有利不利で言ったらね、さっき言ったようにもともと数字強いとかメンタル強い方がもちろんそのいらん部分がその部分が練習必要なくなるんで、まあ、有利っちゃ有利ですけど、うんまあ、トータル的に見たら全然関係ないですよね。なるほど、はい、つまりはその神尾さんは投資をやり始めてから、うん、投資のためにメンタルを鍛えたっていう。そうですね、どっちかそうですね、はい、まあ、投資のまあそうですね、あの金持ち父さん見事な本読んで、うん、メンタルも大事って分かったんで、まあ、ビジネスとか何をするにもいるって分かったっていうのもありますけど、まあ、メインは投資のためですね、うん、なるほど。で鍛えていったんでできるようになったんで、まあ、全然関係ないですね。まあ、つまりはその鍛え方があるっていうことですね。あ、そうそう、鍛え、そういうことが大事ですね、うんうん、それはちょっとね次回ぐらいのシリーズからお話していこうと思ってます。メンタルの話とかも、うん、はい、うんうんうん、まあ、だからね、投資に関してまとめると年齢性別は一切関係ないと、で向き不向きも特にないと、ない、はい、ただ一つだけ言うことがあって、投資は片手間では絶対勝てませんと。お、なので本気でやる気のある方なら勝てるようにはできますと。なるほど、できるというのは神尾さんがっていうことですか、ね、まあそういう意味でもそうですね、この番組でもそういうふうにしていきますし、あ、僕はあやとおいスクールでスクールマンっていうのはそれでもできますし、うんうん、まあ、とりあえず言えることはだから株でやるときに必須条件っていうのは言うと、もう本気でやる気があるかどうかですね。だから向いてる人向いてない人はやっぱ本気でやる覚悟がある人かどうかっていうことに尽きると思います。なるほど、まあね、これはでも言ってしまったら人生のどの分野でも一緒だと思うんですけど、まあ、そうですね、はい、何を極めるにしてもやっぱり本気の覚悟がないとできないのと一緒で、うんうんうん、株もそんな片手間で勝てるようなもんではないんで、うん、株というものを本気でやる取り組む、覚悟がある、もしメンタルが弱いと自覚してるならメンタルも鍛えるような覚悟まであるとか、うん、そういう本気さが唯一の、必須条件といいますかね、うんうんうん、それになるとは思います。なるほど、はい、それだけですかね。はい、はい、うん、分かりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。まあ投資家、自分はもう投資始めるなら自分は投資家だっていうようなマインドセットで、うん、はいはいはい、取り組みなさいよっていうようなことですかね。そうですね、まあすごくざっくりまとめるとそうなるかもしれない、うん、はい、ざっくりまとめます、はいはい、はい、ありがとうございます、はい、それでは次の質問をさせていただきます。はい、はい、神尾さんよくですね、うん、相場はスポーツと一緒で、はいはいはい、技術の問題だと、うん、技術と、うん、まあ、さっき言ってたメンタルですね、はい、先ほど質問であった、うんうん、それを向上させたら勝てるとよく言われてますけれども、はい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 、それってどのぐらい向上させたらいいものかと、うん、例えばですね、スポーツで言うと、うん、1億円稼ぐ、うん、その投資家になるっていうのは、はいはいはい、日本代表レベルなのか、うん、金メダルレベルなのか、どのレベルの選手だったらいけるんですか。1億円ですか。1億円というふうに、うんうん、まあ、はい、はい、決めてみましょう。そう、なるほど、まあ、この話もよくするんですけど、もう結論から言うと、うん、1億円稼ぐんやったら、うん、県大会レベルですね。県大会、うん、全然そうほんまちょっとやったら出る、あ、ちょっとやったらって、まあね、スポーツによりますけれども、うん、はいはいはい、そうそう、なそれ、まあ、あくまでイメージですよ。イメージね、うんうんうん、それはなんでかって言ったら、うん、その日本の市場だけでも1日1兆円から2兆円の売買がされてるんですよ、うん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 、1兆円から2兆円ね、うん、これを、まあ、だから実体経済っていういわゆる僕ら普通の お店でお金払うとかの使うおか1日使うお金の大体10倍が株式市場だけで流れてるんですね、うんうんうん、だからとんでもない額が、まあ、株式市場やり取りされてるわけです。それが毎日ね、うんうん、で、まあ、すごくイメージしてもらいやすいためにもうすごくざっくり言いますけど、はい、1日で例えば営業日が250日だとして、うん、まあ、週5なんでね、うんうん、月から金なんで、うん、大体250日として、うん、まあ、1回1日2兆円としては大体500兆円です1年間で、うん、それ10年で言ったら5000兆円なんですよ、うんうん、だからその10年の中でその中1億円だけ取り出すとしたらそんなもん
なるほどね。まあ、すごいざっくり言ってます。あくまでイメージしてるんですね。イメージしてもらいやすいためにすごいざっくり言ってますけど、うん、ここで感じてほしいのは1億円という額はその株式市場というとんでもないでっかいとこ流れてる全体の資金から言うとそんな思ってるほどの金額じゃないってことなんですよ。ほんまですね。だからちょっとつまみ出すくらいの、まあ、その全体から言ったらねぐらいで、うん、もう1億円なんですよ。だからまあスポーツで例えるとだから県大会レベルぐらいになるんじゃないかっていう感じ、うん、はい、だから思ってるほど株式市場っていうその何兆円っていう何百兆円ってお金がトータルで流れてる世界で言ったら1億円っていうのはそんなもんっていうふうに思ってもらったらいいかなと思いますね。だからこれはまた後々ちゃんとお話しますけどセルフイメージっていうのはすごい大事で、うん、まあ、セルフイメージ的に言うと投資で1億円稼ぐなんか絶対に無理って思ったらやっぱ絶対無理なんですよ、うん、でも今の話聞いてもらって、うん、あ、神山さんの言うなんかもしかしたら1億円ってそんな程度のレベルだったらできるかもってちょっと思ってもらえれば可能性が開けてくるんで、うん、まあ、よくこの例え話させてもらうんですけど、うんうんうん、まあ、だからセルフイメージの話は、次回の神尾 TV のシリーズでちょっと取り扱っていきたいと思ってますけども、うんうん、だからその1億円がそんなに投資の世界で言ったら大した金額じゃないっていうふうにまず思ってもらって、うん、自分でもあできるかもっていうちょっとでもピンと来てもらえれば、うん、できるようになりますね。なるほど、はい、僕も今聞いてなんか10億円ぐらいでいけるんちゃうかな。そうそうそう、あ、その感覚はすごい大事。あ、そうなんですか。もちろんね、それにはためにはもちろんちゃんとやらなあかんこといっぱいあるけど、うんうんうん、まず一番最初のスタートとしては、うん、1億円やったらいけるかも10億円やったらいけるんちゃうっていうぐらい思ってもらうことがスタートになるっていうか、それが成功のもう第一歩目になるんで、なるほど、そのだからこの話をよくさせてもらうんですけど、うんうんうん、だから県大会レベルですね1億円やったら、うんうんうん、だからなんていうんですかね、あのいわゆる投資の世界の神様って言ってウォーレン・バフェットみたいにもう何兆円も稼ごうと思ったら例えばまあ、オリンピックで金メダル取らなあかんぐらいのレベルだと思うんですけど、うんうんうん、別に僕らはそんなレベルを狙ってるわけじゃないんで、うんうんうん、ね、何百億とか何千億稼いでいこうと思ったらもうオリンピック出るぐらいの選手じゃないとあかんと思うんですけど、うん、1億円やったらさっき言ったようにこんなでっかい中のこんな一つの部分の砂ぐらいなんでそんな全然県大会レベルですよっていう話です。なるほど、なるほど、はい、だから僕らはそこを目指せばいいんで、うんうん、別にあのオリンピック出ようと思ったらね才能いると思うんですよ、うんうん、当然才能があってさらにめちゃくちゃ努力した人がオリンピックでメダル争いすると思うんですけど、うん、県大会レベルだったらまあもちろんね努力なしとか才能ないとはいらないとは言わないですけど、うん、それに比べたら全然でしょ。そうですね、メダル取るに比べたら県大会出るのって、うん、まあねだいぶ言いますよね、だいぶ簡単、うん、簡単って言ったら失礼かもしれないですけど、うん、まあ、そんなに大したもんじゃない、うんうん、まあ、大したもんじゃないっても失礼やけど、まあ、イメージ的にはそんな感じですか。だから別に、うん、まずはそこを持ってもらう、そのイメージを持ってもらうことが第一歩として大事ですね。わかりました、はい、じゃあ皆さん県大会を目指しましょう。そうですね、それで全然十分です。はい、はい。